ジュラハウンドは、スイスのジュラ州原産のセントハウンド犬種である。スイスハウンドの一つに含まれる。ドイツ語では、ジュララウフフントという、セントヒューバートジュラハウンドと区別する際には、ブルーノジュラハウンドと呼ばれる。ジュラハウンド起源は不明だが、少なくとも14世紀以前から存在し、原産地で育成されてきた固有種である。主に鹿やのウサギ、キツネなどを狩るのに用いられる。 獲物の匂いを追跡し、発見すると、どこまでも追いかけて、体力を奪い、仕留める。本種も他のスイスハウンド種と同じく希少な犬種では、あるが、それらの中で唯一スイス外で規模のある飼育が行われている。飼育が行われている国はフランスで、人猟犬、ペットとして飼育するのに適していると注目され、犬種クラブも設立されている。しかしながら、スイスと、 フランス以外ではほとんど飼育されていないため、なかなか目にする機会のない犬である。大半の犬は、ッ毒として飼育されている。ジュラハウンドの毛色は、ツートーンのブラウンか、ブラックタンである。ベースカラーは、明るいブラウンかタンで、それの背に濃いブラウンかブラックのサドルが入ったものである。ややがっしりした体つきで、足は長い。喉下には、デューラップというたるみがある。 他のスイスハウンドと比べると頭部は大きめである。耳は長い垂れ耳、尾は飾り気のない先細りの垂れ尾。体高46から58センチメートル、体重15から20キログラムの大型犬で、性格は忠実で従順、人懐っこい。しつけの飲み込みと状況判断力は普通だが、有効的で、家族以外の人や犬にも基本的に好意的に接する。スタミナが多く、 運動量は莫大である。かかりやすい病気は、耳が長く垂れているために起こりやすい外耳炎、デューラップに起きやすい、皮膚疾患などがある。これらの病気は、豆が自ジ時や虫タオルによる手入れで予防することが、できる。なお、吠え声は低くよく響くので、集合住宅での飼育にはあまり向いていない。ありがとうございます。